エキスパートという感じで、私が本当に、いつもあの情報をね、教えてもらうという感じの方です。それではよろしいですか。はい、じゃあ、ご紹介します。木村武さんです。よろしくお願いします。ご紹介いただきました日刊食糧新聞の木村です。お仕事お疲れのところ、お時間いただきましてどうもありがとうございます。すみません、ちょっと資料がたくさんありますんで、ちょっと座ってさ説明させていただきますんで、よろしくお願いします。すみません、私実を言うと講演とかこういうのをお願いされたのってまだ人生2回目でして、あまり慣れていないので、もしかして1時間いただいてるんですけど予定より早く終わっちゃうかもしれないんですが、その時はぜひいろいろご質問いただければと思いますのでよろしくお願いします。でまず最初にですね、どういうふうにちょっとお話しようかなと思ってたんですけれど、一番皆さん関心あると思うのは豊洲新市場はいつ開場するのかということだと思います。これですね、新市場建設懇談会資料という、この厚い方の資料ですか。取扱注意、ですね、ちょっともうこれ取扱注意じゃないんですけど、ちょっと私手元にあるやつはこの箱をしてるやつしか持ってなかったのでちょっとそのままコピーして飛ばしてしまったんですけれど、この最終ページに工事日程というのが書いてあります。この資料を配られた時点で土壌汚染対策工事は平成24年度末までに終わるっていう予定になってたので、ですけれど1年延びまして今、25年度の末で一応終わるという予定で、26年度、27年度で27年度末に、建物ができると。ただ実際ここから多少予定を遅れてまして、土壌汚染対策工事これはですね、今、大体半年ぐらい延びて7から9月にかかると。で六街区の水産仲卸売り場とで、ここが本来だったらもう工事が始まってるはずで、一応起工式までやったんですが、これは現場をご覧いただければ分かると思うんですけれども、まだ工事は始まってません。でちょっと私もいろいろ聞いたところによると、多分六街区の水産仲卸売り場がこれ工事入れるのは大体10月から12月ぐらいじゃないかと。でただ完成の時期自体は27年度末で切ってますんで、実質その2年ちょっとぐらいですか、25ヶ月か6ヶ月ぐらい見てた工期っていうのは今大体18ヶ月ぐらいしか取れないと。で六街区のこの水産仲卸売り場ですね、この図を見ると57の卸売り場よりも若干工期が長く取られてるんですけど、これは理由があることらしくて、私の取材して聞いたところによると、その水産仲卸売り場ここはですね、配管が非常に長いんだそうなんですよね。こう水道電気を各お店に引き込まないといけないんで、配管が長いんで時間がかかる。決して灯籠の尻を叩くために長く取ってるというわけではないという回答だったんですけど、ただ土壌汚染対策というのはこれ六街区が一番遅れてまして、本当は一番長くかかるはずの六街区の工事、これが一番期間が取れないという状況になっていると。なので私が思うところには、多分27年度末までにできるかどうかっていうのはちょっとこれ微妙じゃないかなというふうに思ってます。で実際にその建物ができても開場できるという、すぐ開場できるというわけではないんですね。ちょっと資料1の、一番上のページをちょっと見ていただきたいんですけど、これは国の農水省の、食料農業農村審議会の食料産業部会っていうのがあるんですけれど、国の行政っていうのは審議会っていうのがあるんですね。まあ、何かやろうとした時っていうのは、当然その官僚の方がこういうことをやりたいっていうふうなものを提案するわけなんですけど、それをこの審議会にかけて OK が出ないと進めないと。例えばその豊洲に新市場を作りたいで、東京都の方がそういう計画を持っていると。で卸売市場を作るのには国から補助金が出ますから、
この審議会で、まあ、OK が出ないと豊洲新市場解除できない、まあ、解除というかその整備に対して補助金がつけられないって、まあ、そういう会議なんですけど、これ平成26年3月28日ですか、まあ、つい最近開かれた会議で報告された資料なんですけど、この一番下のところ、想定されるプロセスとして、ここにスケジュールが書いてあるんですが、土壌汚染対策工事から、着工、まあ、一応平成26年に2月末起工式はやりましたけど、まあ、ちょっと着工してるかどうかっていうのが怪しいんですが、で28年度末3月末に竣工して、で竣工すればすぐ解除できるかっていうとそういうわけじゃないんですよね。まず東京都から認可申請で大臣が認可して、で初めて解除だと。でこれ以外にもいろいろあるんですよ。一番時間かかるのは消防署からの申請取らないといけないんです。消防署に何でしたっけ、確認取らないと解除できないんですよ。でそういうふうな期間がまあどのぐらいかかるかと。でですね、1年ぐらい前にはですね、2016年とか2年後のですね、2月に建物が、まあ、一応完成して、で移転するにあたってやっぱりその1日じゃ移転できないですから、で2日以上の連休っていうのは、市場の場合、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、5月のゴールデンウィークか8月のお盆休みか年末年始お正月か3回しかないんですね。でそれ以外のところで、まあ、休んで移転の準備するっていうことも、まあ、できなくはないんですけれど、現実的にはまあ難しいだろうと。で1年ぐらい前には2016年の5月のゴールデンウィーク、まあ、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、ゴールデンウィークに移転、ゴールデンウィークに、引っ越しをして、で開けたところで解除すると。でこれはまあ、いろいろ理由もあることらしくて、築地市場の跡地に環状2号線という道路を、まあ、この間虎ノ門から新橋の間開通しましたけど、これ、終点は有明なんですね、臨海の。でこれどこ通るかというと、この建物のすぐそこのところですか、そこのところ、ここからこういうふうに通ってくるところです。なんで築地市場が移転しないとこれ開通できない道路なんですけれど、これが大体移転して更地になってから道路、本接の道路を通すまでに大体、2年半ぐらいかかると、うん、特に時間がかかるのが地下トンネル、虎ノ門からずっと地下トンネルで新橋から築地まで抜けてくるんですけど、この換気塔の工事に大体2年半ぐらいかかるんじゃないかと言われて、オリンピックの会場の1年前に間に合わせるには2016年の5月のゴールデンウィーク明けに開場しないとオリンピックの開催に影響が出ると、まあ、なんかその都議会の偉い人がなんか市場の関係の人が集まってるところでなんかそんな話をして、それで決まりだっていうだったんですけれど、ただ土壌汚染対策工事が半年延びてしまいましたんで、ゴールデンウィーク明けの開場っていうのはこれはもう不可能になったと。でそうすると8月の盆休みか2017年の正月明けかということなんですけれども、まあ、8月といっても半年ないですから、ちょっとこれは厳しいんじゃないかと。で正月明けっていうのは、まあ、ちょっと長い休みがあるんで移転にはいいんですけど、12月の繁忙期に移転の準備をしなきゃいけないっていうのは、まあ、ちょっとこれは難しいだろうと。今年末商戦やってる時に移転の準備って言ってもその休みの間だけでやるわけじゃなくて、その前段階をやらなきゃいけないんですけど、それ年末商戦やりながらって多分無理だろうっていう話なんで、まあ私が考えるには多分最短で2017年のゴールデンウィーク明けその辺になるんではないかというふうに思われておりますというふうに思っております。質問とかで後でまとめて受けた方がいいですかね。そうですね、中継の関係もあるんで、はい、ということで、じゃあ豊洲新市場というのは、まあ、どういうふうな市場になるのか と、いろいろ言われてるんですけれども、私ここのところ実感してる、まあ、起工式までやったところなんですけれど、その会場が近づくにつれて、まあ、少なくとも私も今までずっと取材してる間、
まあ、金もかけるし、こう豊築地を捨てて移転までするわけですから、まあ、いい市場はできるんだろうと思ってたんですけれども、だんだん計画も具体化してくると、その、まあ、こんぐらい大風呂敷広げて、こんなのができますよって言ってたのが、なんかだんだん小さくなってきて、実はこんなんだったって、まあ、見かけ倒しとまで言っちゃかわいそうかもしれないんですけれども、だんだんそういう部分が明らかになってきてるというふうに感じてます。ですね、農水省資料1のちょっと2ページ目を見ていただきたいんですけれど、ですね、ここに豊洲新市場、上の方に築地市場の概要、下の方に豊洲新市場の概要、ここに特徴っていうのが4つ書かれてるんですよね。これはもうなんか10年以上前から同じようなことを言ってると思うんですけれども、力4まで、でこれが実際どういうふうになってるのかというところをちょっと見ていきたいと思います。これに沿ってちょっと説明していきたいと思います。1番のまず、荷や車両がスムーズに流れる物流動線や十分な駐車場確保、ちょっとこれ長くなりますんで後に回して、2番のこの加工パッケージや仕分けなど多様な顧客ニーズに対応する施設を設置するとなっているんですが、どうも豊洲市場の計画これ見てるとですね、多様な顧客ニーズに対応する施設、まあ、設置をされてるんですけど、これ、築地市場の概要の2番のところ、時代のニーズに合わず加工パッケージ機能が弱いと書いてあるということ、じゃあ豊洲に行ったら強化されるんだろうと思ってたら、実際は大して今と変わらないんですね。ですね、全体が分かる図がどこかにありますね。それじゃない、ないんですね。懇談会資料のですね、5って書いてあるところですね。5ページ目、全体配置計画っていうのがあるんですけど、ちょっともしかすると字が潰れちゃって見にくいかもしれないですけど、独海区の右の方、環状2号線が通っていて、でその横にこう千客万来施設用地、通勤駐車場等で、そこに加工パッケージ等っていう長方形の建物、ちょっと字が潰れてるかもしれないんですけども、あるんですが、加工機能っていうのはここに作られるかなと思います。で、ちょっと私、まだ紙面では記事になってないんですけど、してないんですけど、豊洲新市場、今一番ホットな話題がここの加工パッケージとどういうものを作るかっていうところでして、もともとはその土地だけ貸して加工業者がお金を出してここに施設を建てるっていう計画だったんですけれども、今場内で働いてらっしゃる方だったらご存知だと思うんですけど、専門のあたりにちっちゃい加工場がいっぱいあるんですけど、これがまとまってここの加工パッケージとっていうところに入るんですね。で、まあその会社によって試験力も様々だしニーズも様々なんで、まあお金出し合って作るっていうのはまあ難しいということで、東京都が作ることになったんです。で、なったんですけど、計画がちょっと今二転三転してる状況で、1回はその隣の通勤駐車場等っていうのがあるんですけど、ここと一体化させて、まあ、配送機能も持たせて、で今のある加工スペースよりも、まあ、規模を増やしましょうと、こういうものを作ろうって言ったんですけれども、なんか去年の暮れぐらいになったら、そこまで作る金がなんかないという話になりまして今ここで加工やってる加工場の面積を基準にした広さの建物に縮小させてほしいと、こういう話にどうもなっちゃったの。なんで実際この加工機能で新規に、じゃ例えば私豊洲っつったら大きい加工場豊洲に持ちたいですっていうニーズがあっても、どこもないんですよ、作る場所っていうのは。だからないんですよね。でしかもですね、この加工パッケージと買った荷物をどうやってここまで運ぶかと、これも本当にちょっとこのですね、A3 版の資料を開いて見ていただきたいんですけれど、六街区仲卸売り場と、というのがありますね。で
加工パッケージ等っていうのはどこにできるかっていうと、この右端切れちゃってる部分、あの何にもない部分ですね、ここでできるんです。で、豊洲新市場は閉鎖型の施設、まあ、ちょっと後で説明しますけど、閉鎖型の施設なので、この建物の外にターレが乗り出すってこと、基本的にこれできないんですよね。だからどうやってじゃあこの買ったものを加工パッケージ等に持ってくのかというと、この6階区の1階からターレ用スロープっていうのが、これがあの、まあ、何箇所かあるんですけれども、これでですね、4階まで登るんです。4階まで行くと連絡ブリッジっていうのがあって、それを渡っていくとここの加工パッケージ等の4階に着くんです。ここを通って荷物のやり取りをすると、で今あの専門でやってるところは冷蔵庫がすぐそこに糖水と、あれ何でしたっけ、真ん中のでかい冷蔵庫がありますので、まあ、すぐ通りに行けるんですけど、今度冷蔵庫とがちょうどこのでっかい中卸売場さんが反対ですから、まあ、非常に使い勝手自体も悪くなる。だけど、まあ、それでもとにかくこういう配置になってんだからしょうがないということで作るんですけど、少なくとも加工パッケージ機能が弱いという弱い部分が克服されたかっていうと、まあ、それはどうなんだろうなっていうふうに、まあ、私は思うんですけれど、ただあの中卸売り場がまあ多少余ればそこを加工機能にするっていうことも可能ですし、店舗の増作なんかで今よりかなりやりやすくなりますので、一概にその機能が弱くなる、機能がまあ大して強化されないかどうかっていうのは、まあ全体見て考えなきゃいけない部分があるんですけれども、少なくとも言ってるほど強くはならないと。で次にですね、3番のこの温度管理のできる閉鎖型の施設として品質衛生管理を強化すると、これはちょっと今加工パッケージとまでどうやって行き来をするのかという話とも関わるんですけれども、ちょっと関わってくるんですけれども、ですね、ちょっとこれは私の資料にもなくて、ちょっとたまたまあの中澤さんが配ってくれたこの東中のニュースで、最初のところにこの伊藤会長の大演説というのがありますので、ここには書いてある。荷の出し入れっていうのをどうやってやるのかって豊洲市場に行ったら、これはですね、ちょっと7階区の図面をちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、この卸売場の建物があります。で建物の周り、ちょっとこれ字がちっちゃいんですけれど、どっちかというと下の方の建物の境界のところにこのプラットフォームっていうのがあると思うんですけれど、わかりますか。はい、これで言うとこの辺ですね、この辺にラーッとあるんですけれど、市場に入ってきた荷物っていうのはですね、まずここ のプラットフォームっていうところに下ろすんですね。でこのプラットフォームの下になんかこう三角で長方形の真ん中三角で入ってるのがずらっと並んでますけど、これが要は車が止まる場所なんです。でここに止めて、プラットフォームに荷物を下ろして、でここと建物の間が、これが、ロールシャッターですと、上からこういうふうにシャッターでこういうふうに、膜みたいなのがこう上がったり下がったりして、これで一応外と仕切られているというふうになっているんですけれども、ここにつけて中に持っていくと、でだから何が起こるかっていうと、要はその今の築地市場
と比べると荷物を出し入れできる場所っていうのが少なくなるわけですよね。まあ一つの場所をまあみんなでもう使い回しながらやると、でこれがうまくいくんだろうかと言われてるわけなんです。で実際もっとそれ深刻な問題になったのがこっちの六街区の方にちょっと戻っていただきたいんですけど、仲卸売り場の方なんですね。で積み出しも基本的にこういうシャッターガッチャンガッチャンするところを出たり入ったりしながら、この一つのトラックつけるバースですね、これみんなで使い回ししながら出したり入れたりすると、そんなのできないだろう、それで回らないだろうっていうことで、なんとかしてくれって話になった結果どうなったかっていうと、この地図でこの図面でここのところに積み込み場っていうのがあるんです。これどういうものかっていうと、建物の外に、ここはもう閉鎖型の建物の外なんです。外側に駐車場があって、でその上に屋根をかけて、この積み込み場に荷物を持ち出して、ここで積み込みをやろうと。だからもう閉鎖型ではないんですよ、実際に言うと。完全に閉鎖型ではない。でさらにこの周りに待機駐車場っていうのがあるんですけれども、上の方にこれも積み込み場にしろっていうふうに言ってるわけなんですよ。待機駐車場っていうのはここはもう車止めてバースがあくまで待ってるだけの場所なん でさらになんですけど、これまたちょっと7階区に戻ると、駐車場が建物の周りにずらっといっぱいあるんですけど、これも全部待機駐車場で、ここのあのプラットフォームのところに車つけるの、みんなこれ待ってる車を止めるための場所なんですよ。ここで荷下ろしができるわけじゃないと。だから豊洲新市場に行くと、その自動車物流に対応して駐車場をいっぱい増やしましたって言うんですけど、駐車場っつってもただこれ車止めとくだけの場所なんですよ。で実際このプラットフォームが足りなくなるんじゃないかと、こういう懸念があるわけなんですけど、そしたらどうするか、ここの駐車場で積み下ろしさせりゃいいんじゃないかっていう、実際こんなことがもう本当真面目に話されてるわけなんです。なんで温度管理の時は閉鎖型の施設として、閉鎖型と言いながらも実際それを使いこなせるかどうかっていう見通しが必ずしもあるわけではないと。で、実際そこでご苦労されるのが、特に現場で物流配達だとかやってらっしゃる方だと思いますので、特にここにいらっしゃる方々関係あると思うんですけれど、私から見てるとどうもそんな感じがしてならないと。で4番の、環境に配慮した屋上緑地化や逃げ場を創出する先客万来施設の設置、これ特徴となっているんですけど、屋上緑地化はまあ別に、そういうことなんですが、先客万来施設、これはかなり、決まった時に報道されたと思うんですけれども、皆さんもよくご存じだと思うんですけど、ちょっと資料を、どこでしょうか、資料4ですね、資料1から始まる綴りの、こういうやつです。で、これは誰が作ったものかと言いますと、事業者に決まった清村さんと大和ハウス、清村っていうのは寿司三昧ですけど、そこと大和ハウスが東京都に提案するときに提出した資料だということです。業界の方に最初出てこなかったんですけど、最近ちょっと回っているらしくて、ちょっとそれをいただいたものなんですけど、これを見ると東京都が発表した計画と、なんというか出てるところと出てないところとありましてですね、特に2ページ目の方ですか、2のところに、大型店一括利用と事業者の直営で長期安定かつフレキシブルな運用実現と、新たな市場のにぎわいって言ってるんですけど、実際にはこの5階、ですね、まず5階区と6階区、5階区っていうのは製作部の
方とロゴナイフの方とこれ2つ分かれてるんですけれど、まずロゴナイフの方はあの水産売り場とくっついてますから、あの関連の食堂とか物販とかも近い、ここではまあ商業施設やってもそれなりに成り立つだろうって言われたんですけど、ロゴナイフは青果部の方と青果部の方に入ってますんで、ここに来てもあの青果の売り場の方入っても、まあ、今もあの青果の売り場の方観光客で入ってく人っていうのはほとんどいないと思うんですけれども、ここで何か商業施設作って商売成り立つのかねっていうのはデベロッパーの人からも随分言われてて、ロゴナイフはなんかやめてほしいと言われてたんですが、結局その提案書の中でロゴナイフは大型店で一括導入書いてあって、何をやるのかよく分かんないんですよ、まあいろいろこちゃこちゃ書いてあるんですけれど、この右下のここのところを見るとなんかどういうものをやるのか、一般家庭利用からプロデュースまで幅広く対応する充実の品ぞろえ、 DIY 用品、建築資材、住宅設備、家具インテリア、寝具、家具、照明、家庭用品、調理器具、日用作家、園芸文具、趣味作家、自転車、アウトドアと、それを豊洲市場の横で売って、そういうものが千客万来の実はこれ実態だったっていうの、これはちょっと読んでみてびっくりしちゃったんですけれども、まあ、要はそのホームセンターみたいなものをあそこに作ろうと、まあ、ロゴナイフの方はそれなりに食を中心にしたものっていうのがまあできるわけなんですけれど、実際にその主要物販飲食施設である豊洲満腹市場、最初食い倒れ市場っていう名前だったそうなんですけど、食い倒れはこれ登録商標なので使えないんです、温浴施設おもてなし原因家の2つの主要業態を事業者の直営としまして、要はその清村さんがこの主要な物販飲食施設とその温浴施設、これをやると、でテナントとその今場外市場で営業している業者とか、まあ、場内の中でも意欲のある人、まあ、出てくるそのテナントの部分っていうのは、まあ、その全体からすると一部でしかないと、でこれで果たしてそのにぎわいを創出する千客万来施設、まあ、皆さんがイメージしてたものとこの実際に提案されている内容っていうのは、まあ、どのぐらい重なるのかなと、私もちょっとなんか意外な印象を受けてるんですけれど、まあ、千客万来というのは今こんな感じで進められていると、で5外区なんですけどホームセンターっていってもなんかどうもそれ決まりじゃないらしくて、なんか全然違うものが入るんじゃないかというふうな話もされていて、ちょっと流動的なんですけれど、いずれにしてもこの市場のにぎわいっていうのをどういうふうに捉えているのか、その辺ちょっと私は違和感は覚えているところです。で、ですね、あの先お送りしましたこの2や車両がスムーズに流れる物流動線、十分な駐車場確保っていう特徴の部分なんですけど、これもあの交通運輸局で実はかなりあの細かく書いてありまして、大体これ喋ろうと思ってたんですけど、読んでいただければまあいいかなと思います。で、まあ、ちょっとこれもあの後で参考にはしていただきたいところなんですが、ですね、スムーズに流れる物流動線、まあ、具体的にどういうことかっていうと、まあ、私がイメージしてたのっていうのは、まあ、産地の取材とかすると必ずこういうことって言われるんですけど、あの築地市場に出荷すると、まあ、運賃が、まあ、例えば東北、まあ、宮城とか岩手とかあの辺の人たちの場合、あの築地市場までのトラックの代金よりも、ついてからセリパまで行く小揚げ料の方が金がかかる、そういうことよく言われるんですよね、まあ、実態として確かにその安いトラック業者使うとそういうこともあるんですけれど、スムーズに流れるっていうのは要はそういう負担が減るっていうことを指してるんだろうと私は信じて疑わなかったんですけれども、なんか最近いろいろ聞いてると今より下がるっていうことはもうどう考えてもありえないと、むしろ今より余計もらわないと合わなくなる、そんなことをどうも言われてるらしいですね。確かにその先ほどちょっと説明した通り、このプラットフォームに荷物を下ろすと、で今あのウィング車っていってこうトラックがこうあるとこう両側からこうバカッと開けて、で横からこう荷物の積み下ろしをして持っていけるんですけど、こういう
プラットフォームにつけようとするとこうトラックあるともう後ろパカッと開けてここからこうやって出すしかないんですね。コンベアがなんか中に入れてってで 1個ずつ下ろすか、まあ、パレットで下ろすってこともできるかもしれないですけど効率はまずそこで悪くなる。で下ろした先一体どうするのかっていうとこれ安心安全ところでちょっとこの、整備計画のこっちの資料ですね、このどこでしたっけ、15ページのところにですね、衛生計画っていうのが書いてある。で、この2番、この、清潔ゾーンに応じた運搬ポイント、端っていうのは、ちょっと後で説明しましょうか。順次衛生管理の考え方を導入して、まあ、このゾーン全体をこの、一般ゾーン、準清潔ゾーン、清潔ゾーン、この3つに分けて、でこのゾーンごとにその使う、機材、ね、今なんですか、マテリアルハンドリングというか、ターレとかフォークリフトとかっていうのは、この一般ゾーンで走るやつは、準清潔ゾーンにも入れない。で清潔ゾーンは基本的に加工パッケージとかやるエリアなんで、まあ、そういう乗り物が乗り入れることってないんですけど、この一般と純清潔ゾーンの間っていうのはターレとかフォークとかって全部使い分けなきゃいけないんですよ。なんで、このちょっと下の方に書いてある水産物部のバースは高床式として、日差ししたバースを作業区域に限定して屋外作業専用のフォークリフトにより荷の搬入出を行い、屋内売り場とのゾーン分けを徹底すると。だから要はその荷物を下ろすのに使ったフォークリフトってセリフに入ってこれないんですよね。ここに中に荷さばきスペースっていうのがあるんですけど、このプラットフォームの上のところに、まあ、ここまでしか入ってこれない。でここまで来ると次のフォークが来るか、まあ、ターレに積み替えるか、あるいはカゴ車に積んで何か引っ張っていくかは分かんないんですけれど、こういうところからして今と比べると、まあ、手間もかかるし機材の余計に必要になってくる。で、ちょっと今日私、政策の方の取材というのは私あんまりしたことがないっていうのもあって、水産の話、過去の話ちょっとしてるんですけど、成果の場合には、まあ、それじゃ無理だということで、まあ、早々に高床式、最初の成果も高床でやってこういう構造にするつもりだったんですけど、それは無理だということでやめたんですね、高床式で。なんで聖火の場合には、こう運車でこうパカッと開けて横から出して、それをそのままセリバに持ってって並べるっていうことができると、こういう構造になっているわけです。で、ちょっと新しい市場、全国で最近できたところだと、まあ、新潟とか市場じゃ、卸売市場じゃないんですけれど、甲府に丸一三所っていう会社が鮮魚のセンターを作ったんですけれども、新しい最近の市場でもここまで閉鎖型っていうのを、まあ、徹底してやろうとしてるところっていうのはないんですよね。実際にそのウィング車で持ってくる荷物っていうのも鮮魚の場合はあるわけです。そのまあ氷つけてるやつだと冷蔵車じゃないですから、まあ、それに来るのもある。そういうやつでも下ろせるような対応をした方がいいと。いうことで、その平床の部分と高床の部分、まあ、両方あるっていう市場を作ってるんですね。なんで、まあ、豊洲っていうのはこの実験というか挑戦というかまあ実験というか、そういうことをやろうとしてると。なんでその荷や車両がスムーズに流れる物流動線っていうのは、これもまさに今の私が思ってる限りのスローガンに過ぎなくて、どうやって実現するのかっていうのは私にはまだちょっとわからないんです。で、まあその東京都自身も何にもやってないわけではなくて、去年の8月に物流施設運用検討会っていうのを作ったんです。で、まあ要するにそのソフトとか言われてますけれども、市場を動かすための物流のソフト、それの検討作業をまあやろうというのがこの目的ということで作って、今年度はアンケート調査、実態把握、築地市場にトラックがどこからどのぐらい来て、まあ、どこに何を下ろしてどこへ行くのかっていうことを調べようとしたん
ですよね。で26年度中、今年度中に今その物流ソフトの最終案を作るっていう計画で動いてたんですけれども、実態把握をやったらその東京都が想定してたよりもはるかに対処しているトラックの数が多くて、というのはトラック会社って、まあ、市場専属でやってるその中央層とか東発とかそういうのもあるんですけれど、市場専業じゃなくって、たまに何か頼まれた時に来るとか、年末の繁忙期とかに頼まれて来るとか、あるいはその中央層とかから今ちょっと台数が足りないから入ってくれって言われて来るとか、そういうのがなんかすごくいっぱいあったらしくて、その調査票がなんか思ってたよりも多くて、なんか1000万以上になっちゃったとかいうことでですね、今年度中のこの実態把握が今のところまだ間に合ってないと。なんで実際、まあ、開場時期自体が多少遅れる、まあ、私最初に言ったんで、まあ、その辺を織り込んで動いてる部分もあるのかもしれないんですけれど、それ含めて今のところまだ見えないということになっています。で、すみません、なんか時間余るかと思ったら逆に足りなくなりそうな一生懸命ちょっと構わず行きましょう。ですね、まあ、物流の話っていろいろあるんですけれど、なるべくこの東中のニュースと被らないような話を知っていこうと思ったんですけれども、あとはもう一つこの、315号線の問題ですね。豊洲市場、まあ、最大のネックだというふうに、まあ、今まで言われてた部分なんですけれど、七大区のこの、設計図ですか、これで見ると上の方になんか、道路みたいなものが通ってると思うんですけど、これはまさに道路でして、豊洲駅前の交差点のところから、新市場の方に向かってまっすぐ伸びてきて、で、6街区と7街区、これ位置関係でいうと、まあ、ここを見せるようになるわけですけど、こういうふうにくっつくわけなんですね、建物は。ここをずっと道路が通ってる。で、これが今年の先月開通したんですけれども、まあ、行ってみると、本当、バカみたいな道路で、車線は2車線で、2車線、片側2車線と4車線の車道があるんですけど、歩道はそれより広いんですよね。でどうしてもこの道路を作んなきゃいけないっていう話だったんですけれども、なんかそのみんなジョギングしたりサイクリングしたりするのでいい道だっつって喜んでるっていう、なんかそんなものが一番こんな離れちゃったっつってんですけど、っていう、まあ、言ってみるとバカみたいな道路なんですけれど、ここ通ると、6街区7街区が、ね、今まで何やってたのか遠くからしか見えなかったんですけれど、すぐ近くから見えるようになったんで、天気のいい日とかぜひ一度行ってみかれるといいと思うんですけれど、この道路の下、まあ、ここを通っていくん、荷物はここを通っていくんですけれども、売り場がですね、売り場の温度が実は6街区と7街区で違うんですね、閉鎖型で。こっちの水産物の卸売り場の方っていうのは 10.5 度、基本 10.5 度で管理するんです。で、こっちの中卸売り場の方っていうのは基本的に25度で管理することになってるんです。と何が起こるかっていうと、その気温の高い方から低い方に向かって風が吹くんですね。なんでここの連絡通路っていうのが常にこう気温が低い方から高い方に向かって吹くんですね。ここは常に風が吹き荒れるんじゃないかって、今それの対策をどうするんだって、そんな話をしていると。なんで物流っていうのは、まあ、課題が山積なんです。で、もう一つですね、青果部と水産物部の買い回りっていうのをどういうふうにするのかと、築地市場の場合っていうのはそこに、ここはこの下青果部でしたっけ、この下青果ですね。で、この下青果で、ね、すぐそこ水産ですんで、まあ、両方行き来するっていうのは時計台のところの道路一本挟んですぐですから簡単なんですけど、豊洲の場合は、まあ、ちょっと図面を見なくても分かるんですけれど、
ブロックがこれですか。ここを置いと、まあ、ロックなかったら ここのせいかなんですね。で、ここからじゃあ中卸売り場っていうのはここからここまで行かないといけない。じゃあここからここまで歩いて毎日行ったり来たりするのかと。それは大変だということで、まあ、なんとかしなきゃいけないっていう問題意識はあるんですね。それで、今考えられているのがその買い回りステーションっていうのを作ろうと。この六外区の左の方、冷蔵庫棟っていうのがあるんですけど、でここにあの買い回りステーションを作る、一応なんか書いてあるんですよ、買い回りステーション。で、あの水産で買い物しようとする人は、まあ、電話とかなんなりで、青果の方に今日はあれとこれとこれをくださいっていうふうに言っておくと、そのなんていうかネットスーパーみたいなことをやってる人がいて、青果部の仲卸売り場でそのピッキングしてくれる。で、ピッキングしたものをのトラックに積んで、ここからぐるーっと回ってこの買い回りステーションに届いてると。そういう仕組みを作ろうって言ってるんですけど、ただじゃあその、じゃあピッキングしたりとかトラック走らせたりっていうのは一体誰がするんだろうそういうことはよく決まってない。それにこの買い回りステーションって書いてあるんですけど、ここの横見るとこの第9って書いてあるんですよ。要はここもあの元々の予定では積み出し用のバースとして使うことになってるんですよ。なんかその元々バースとして使う場所もなんかとりあえずなんか買い回りステーションってなんか字だけ書いたような、私はそんな感じがしてしょうがないんですけれども、まともに検討しているような形跡がないと、そういう印象を受けているところです。なんであの、まあ、ちょっと私の試験としてなんですけれども、中央区がですね、築地にはまあ市場この中と、あと外には場外市場っていうのがあって、まあ、今結構観光地になってるんですけど、これはその豊洲市場、新市場が開場した後も、そのまま残すと、残す上にさらにあの今場外市場っていうのはどっちかっていうとあの乾物とかあの加工食品とかのお店が多くて、意外とあの魚屋さんとか八百屋っていうのはないんですよね。生の魚が欲しいとか、あるいはそのマグロが欲しいって言って意外とお店ってなくて、だからそういうお店が入るための新市場を作ろうと。でちょっとあの関心ある方もいるかと思うんで、今日資料としてつけてたんですが、資料1の、資料の3ですね、こういうやつ、これ中央の区議会で配られた資料なんですけど、築地新市場の入居者応募受付の結果について、意外とこの築地新市場の話っていうのは進んでまして、あのなんか作るっていう話上がってからまだそんなに1年ぐらいしか経ってないんですけど、もうあのテナントの応募までやって、これも終わって、どのぐらいの応募があったかっていう結果までまとまってるんです。募集されたのは全部でこれ93画、築地新市場の区画数っていうのは93画93個もあるんですけど、これに対して希望される区画数というのは181区画あった、まあ、大体その区画数の2倍ぐらいの競争率になったんですね。まあ、ちょっとあの場内の仲卸業者の応募というのは大体この181のうちの6割ぐらいだったということなんで、まあ、それを思ったより少なかったようなんですけれども、実際この築地新市場に行けば、この魚焼く成果隣ですから、一緒に同じとこ入ってるわけですから、買い回りっていうのはすごくしやすいわけですから、そうするとその、まあ、買い物感を下げてくるような人たちっていうのは果たしてじゃあ豊洲に来るのかと、まあ、築地新市場も一応マンコマで会場できそうな感じにはなってきたんで、そうするとその豊洲に行って営業しやろうと思ってた人もなんかできなくなっちゃうんじゃないかなっていう人、これ出てきかねない、そういう状況になってるわけなんですね。で、もう一つ、
資料の説明なんですけど、費用の話をちょっとしようと思うんですが、この資料の2のところです。これです。投資市場整備にかかる事業費の計画額と執行額について、これはですね、今年、今年度 の、 予算を審議する都議会というのは3月、6月、9月、12月って1年間にある4回、大体1ヶ月ずつぐらいあるので、だから都議会の議員さんというのは、議会に実際出てその仕事するというのは1年間で4ヶ月しかないんですけれど、今年の3月17日にあったやつ、その時配られた資料なんですけど、計画額、この注意点のところを見ると、豊洲新市場整備方針時点の数字って、平成21年2月の時点で、これからかなり増えてるはずなんですけど、全然反映されてないと、最近の機会で配ってたりするという、なんかよくわかんない資料なんですけど、これでいくと大体4316億円、豊洲新市場の整備費として、当初の計画では考えてたと。で、これが今どうなってるかっていうと、土壌汚染対策費、これがプラス86っていうのが今年度の、予算で、今年度じゃないですね、2013年度の予算なんで、何でしょう、土壌汚染対策が1年伸びたと。1年伸びたところで86億円プラスになった。で、プラス90っていうのは、去年の補正予算で、土壌汚染処理でやると、残差っつって、他に持ってって処分するものが出るんですけど、それ最初はセメント工場に持ってって捨てたんですよ。で、セメントっていうのを作るときには、土を燃やしますんで、有害物質があってもそこで分解されると。これが東日本大震災があって原発事故が起こったと思うんですけれど、それで火力発電所、それで原発が止まってしまって、火力発電所をどんどん動かしていると。で、火力発電所って今石油じゃなくて石炭が主力なんですね。石炭と天然ガスなんですけど、石炭だけの火力発電所を動かすと石炭燃やした後の灰が出ると。で、その灰の方がそのセメントの材料として使うのには良くて、で、しかも大量に出るから、これ土壌の残酸が行き場がなくなって産業廃棄物にするしかなくなったと。で、その処理費用として90億円さらに余計にかかる。で、あと建設費のところですけど、元990だったんですけれど、去年の時点でさっき言った加工パッケージを東京都が作るであるとか、あと何でしたっけ、他に転配送センターとかそういうのを東京都が作ることになったりして、990っていうのは1532億に増えたんですよ。で、そこから去年、卸売場の建物を作るとき入札をやるんですけど、入札を応札者がいなくて、407億円ほど値段を引き上げて、それで、業者が決まって、2月に着工したという流れになったんですけど、これまたさらにプラス407億円で、さらにプラスアルファとして今年から消費税が 8% に上がりましたんで、その辺の影響もプラスしていくと、大体今5441プラスアルファ、大体5500億ぐらいじゃないかと言われているんですが、そのぐらいかかるようになっていると。で、これは基本的に豊洲築地市場の跡地を売却したお金、売却してた費用で賄うと、今のところの見通しだと5500億ぐらいかかっている売却益で、大体お釣りは出るんじゃないかというふうに言われているところなんですけれど、ただ移転したからっつったってすぐ売れるわけではないんですよ。で、移転して、その建物を建ててから、土地なんかはもう用地取得費はほとんど使ってしまったの、ほとんどやってますんで、その間のお金っていうのはどこかから借りてきて、で、その金利払わなきゃいけない。で、元本はこの5000億っていうと、いくら東京都といえどもそれなりの金利かかるわけです。
1% で55万毎年かかりますので、そういうのの負担をどうするのかと、その辺の見通しというのをちょっとはっきりさせてくれないと、その業界にとっては不安要因になりかねないというところになるわけです。ですね、で、豊洲新市場というのはどんな市場でどうなっているのかというのは大体そういったところなんですけど、あと最近の話題をちょっといくつか、説明しますと、これは特に資料には入れてないんですけれど、まずは業者の収容問題ですね。4、5年ぐらい前だと豊洲に移転すると、水産の卸が今7社あるんですけど、これが実際出るのって3社ぐらいじゃないのかな、とか、仲卸が当時700社以上あったんですけど、この俺が豊洲に行ったら300に減るんじゃないかとか何とか言われたんですけど、この辺はある程度答えがここに来て出てきました。で、今のところで言うとですね、決まったのは青果の仲卸と関連の物販飲食、これは飲食と青果の仲卸はもう小回りまで決めてしまって、基本的に今ある業者が全部行くと。で、物販は、小回りまでは決まってないんですけれど、一応移転する、ほとんどの業者が移転する、一部辞めるところもあるようなんですが、ほぼ決まったと。で、卸なんですが、これ7社がそのままで行く可能性が高いと私は今思ってます。取材してる限り合併する、どうしても合併しなきゃいけない、豊洲に入れないというふうな動きっていうのは誰もしてないし、合併しようっていう動きも私が聞いてる限りでは今のところ把握してません。なのでおそらく7社で移転するんではないかと思います。で、水産仲卸なんです。一番難航すると言われたら水産仲卸なんですね。今はだいたい650社ぐらいですけど、このうち何社が移転するのかと。で、これは3月末で一旦期限を切って、そこまでに移行調査をやって、で、ここでまでで廃業申し出れば、登録から登録として、営業権、観察ですね、これは700万出して、最低でも700万出して買い取りますよと。誰もその700万で買いたいっていう人がいなければ、登録が買いますよと。ただし、その3月末までに廃業って言わなかったら、それ以降に廃業しますって言ったら、6掛け420万ですかにしますよって言って、要は尻を叩いて出せというふうに言って、一定は半数以上は出しているということなんですね。ちょっとこれは私もはっきり聞いてないんで、はっきりしたことはあまり言えないんですけれども、その完全に何社行くっていうふうに決まるところまではどうもはっきりまとまらなさそうな感じなんですね。その当然前提になる、豊洲行って大体いくらになるのか、特に迷ってるお店で、特にんで決められないかっていうと、その自分のお客さんが豊洲新市場に移転した後にどういうふうな買い出しをするのかって、それがよく見えてこない。例えばさっきの買い回りの話で言うと、今両方立ってる人なのか豊洲に行くのか、それとも仕入れてる商材の中によっちゃ大田に行くのか豊洲にも行かないのか、それがお客さんの気持ちがまだ決まってないっていうのもあって、なかなか決めかねるっていうのもあるようなんですね。なんですが、とは言いながらもある程度の数は見えてきて、東京都はもう4月10日に水産の仲卸はもう答え出ますっていうふうに議会では堂々と言ってたんですけれど、でもそこまではっきりしたものは出ないようなんですけど、ある程度は決まってきてるという状況になっているわけです。こんなところで一応1時間くらいに近づいてるんですが、一応同情線の話とかも少し良かったと思ってたんですが、どうしましょうか。お願いします。ですね、
豊洲新市場計画で今まで一番問題になってたのっていうのは土壌汚染問題だったと思うんですが、これについてちょっと、資料の1に戻りますが、この農水省が作った資料ですね。でこの3のところで、土壌汚染に今上等い状況になってるのかっていうのは、農水省は農水省のにこういう説明したわけなんですけど、豊洲地区で旧ガス工場に依頼する汚染物質に関して土壌汚染対策工事実施が2月上旬に終了で、専門家会合の意見を聞いて汚染対策の完了を確認したことになっているんです。でこの専門家会合って何なんだろう。実は言うとこの東京都が作った土壌汚染に関する専門家の会合って3つあるんです。一つが土壌汚染対策等に関する専門家会議、これ一番最初に作ったやつです。でその次に土壌汚染対策工事に関する技術会議というのを作りました。で3番目、これ最近ですけど土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会、それぞれどういう違いがあるのか名前だけ見てもいまいちよく分かんないんですけど、この 1,2,3 の中で一番権限が重いのって2番のこの土壌汚染対策工事に関する技術会議という、通称技術会議と言われている会議があるんですけど、ただ私が見ている限りこの 1,2,3 あんまりこう2番にじゃあその権限が重いからじゃあここに特に何て言うんですか権威のある専門家が集まってるのかっていうと、あんまりそういうわけでもなくて1も2も3も何ていうかどっちかっていうと1とか3とかの方が権威のある人がいるような気がするんですけど、なぜかこの2番の技術会議のところの権限というのは特に重くなっているんですね。でこの、農政省のこの資料でいうところの専門家会議というのはこれは2番の技術会議です。技術会議ってここが OK を出したっていうことでその土壌汚染対策は終わりましたというふうに東京都は言ってるわけなんですね。で、ちょっと専門家会議って一番に、専門家会議最初に言った専門家会議というのもこれは開かれてないんですけれど、技術会議と、この土壌汚染の協議会ですか、これが、2月の末ぐらいにちょっとまとめてあります。立て続けにあったんですけどちょっとその議論の中でいくつか印象になったことがあったんですね。3番の協議会で、大体その議論している内容というのは同じようなことで、こう土壌汚染対策工事をやりましてこれで完成しましたというようなことを東京都が説明して、でそれに対して、専門家の委員からあだこうだっていうふうなことを言うわけなんですけど、こういうことを言ってた人いるわけですね。その3番の、この、権限のない協議会の委員で、この市場っていうのは大体一応耐用年数として70年ぐらいだというふうに作られてるとっていうことは、その土壌汚染対策っていうのも、70年間持つ前提で作ってるんですよねっていうような話だったんですよね。で、この土壌汚染対策の一つの重要な部分というのは、汚染物質が市場の中に入ってこないようにすると。でこの土壌汚染対策をやってるのにガス工場の敷地っていうのはずっとこの豊洲ふ頭一帯に全部広がってたわけなんですけれど、対策工場をやったっていうのはこの市場を作るところだけなんです。で周りのその道路があるところとか、あと他の目的で使われている土地っていうのは、対策工事っていうのは完全にはやってないわけなんです。なんで市場の中に汚染物質が入ってこないようにその交換焼いたっていうこういう丸い鉄の缶なんですけど、これをこうカチャカチャ組み合わせてですね、これが一番遮蔽する力が強いって言われてるんです。こういうのがずっと並んでるんですけど、70年あったらこの交換っていうのが錆びてダメになるっていう可能性がありますよね。そういう指摘をしてたわけです。だからその錆びることがないように地下水しっかりそれで測ってくださいよ、そんなこと言ってたんです。これはどっちでしたっけ、
技術会議と、まあ、協議会ってあって、協議会っていうのは要はその東京都は安全だと言って、技術会議も安全だって言いましたと。で、皆さん疑問があったら何か言ってくださいっていう、何にも権限のない会議なんです。だから本来だったらこういう議論って技術会議でやんなきゃいけないんですよ。で、じゃあその何日か前にやって技術会議でどういう議論やってたかって、一応土壌汚染の専門家で、座長はその全然土壌汚染の専門家じゃないんですけど、専門家こんなこと言ってたんですね。ちょっとこれ面白かったんで、あのそのままコピーしたんですけれども、あの、まあ、こういうようないろいろな技術を使いまして、その豊洲の土壌汚染対策が終わって、本当に世界で初めてと言いましょうか、いろいろな土の中に埋めたら溶けてしまうようなプラスチックを使って浄化をされたというのを私も見せていただきまして、大変新しい技術なんかも入れて、バイオなんかも積極的にやられまして、大変貴重なデータが出ておりますので、ぜひその辺のところを広く一般に皆さんが使えるような形を最終的にはまとめていただきたいと。まあとにかくもうすごいことやったと。もうなんていうか、その、まあ、お手盛りというか、この会議はすごいだと。東京都はすごいだと。そういうふうなことを言って結局終わってしまったと。まあ、それだけじゃなくて、まあ、一応問題点もいろいろ出てはいたんですけれど、まあ、本来で言うと、その本来的に言うと、その3つの会議の役割分担というのがはっきりしてなくて、その一番権限のある技術会議のところの議論というのは、まあ、あまりにもということでもないんですけれども、若干弱いところがあると。で、結局そういう形で、まあ、安全宣言を出してしまった、まあ、安全宣言というか、その土壌汚染対策はこれで終わりましたよという出してるんですけれど、私の方にはどうもまだ終わってないんじゃないかなと。まあ、これからあの地下水をずっと汚染物質が紛れ込むことがないかっていうのを測り続けるわけなんですけど、これどっかで出たらどうするんだろう。で、その可能性っていうのはなくはないと思うんですよね。で、その時東京都がどういう説明をするのかって、で、豊洲新市場の会場に影響を及ぼすようなことがないのかというのは、ちょっと私は懸念しているところなので、そこは注意して見ていただきたいと思います。というところで、ちょっと簡単に説明して、まあ、終わりになんですけれども、ちょっと最後にまとめをさせていただきたいんですが、私が今感じている限りで言うと、その豊洲新市場ができても、その築地市場で今やっていること、今問題だと言われていることっていうのは、まあ、全面的に解消して全く違うものができる。最初言ってた時には、まあ、まさに最初、まあ、このぐらいすごいのができますよって言ったのが、だんだん実態が明らかになるにつれて、実はこのぐらいのものしかなかったっていうことも分かってきつつあるというのが今の状況で、で、さらにその行けば行ったで、まあ、いろんなことが変わりますんで、いろんな問題点というのはこれからもいっぱい出てくるだろうと。まあ、それに対してどういうふうにその対応していかなきゃいけないか。今までみたいに、いやもうそれ今築地にいたらその上からの鉄骨は降ってくるし、コンクリートは剥がれてくるんだと、こんなところを一刻も早く解かなきゃダメなんだとって言って、それで行って、じゃあ豊洲に行けば何もかも良くなるのかって、そんな簡単な話じゃないんですよね。行けば行ったで当然いろんな問題出てくると、プラットフォームから落っこって怪我したなんていう人ゴロゴロ出てくるかもしれないわけで、だからその問題を問題としてやっぱりきちっと見ていかなきゃいけない。で、さらに、まあちょっとこの辺は私多少意見違う人もいるかと思うんですけれども、いずれにしてもその築地市場の再整備っていうのは避けて通れない課題なんですよね。まあ、豊洲新市場、結局じゃあ今の計画着工までしたけどおっしゃっちゃったと、じゃあその先どうするのかって言っても、今のままやり続けるっていうわけにいかない、どっかで再整備をやらなきゃいけないと。そうすると、じゃあなんていうか、豊洲でじゃあ一回計画をこういうのを作ったけれども、なんかこうコールドチェーンは完全ではないし、じゃあもっと完全なコールドチェーンで完全な加工パッケージ機能も備えてって、そういうものを作ろうとすると、もっとますます市場じゃないものに なっちゃう。まあ、そう考えると、その今ある豊洲新市場の計画、これとしっかり向き合って、まあどういうふうにしたらより良いというか、より使えるものになるのかって、そういう視点で動かざるを得ない
だろうと思って、まあ、私も普段取材活動したり記事を書いたりとかして、その辺はちょっとまあ意見の違う方っていうのもいらっしゃると思うんですけれども、まあ最後に、皆様労働組合に毎日現場に出てお仕事されている方だと思いますので、まあ、そういう視点から独自のそういう現場の視点を持って豊洲市場に関心を持って、で、まあ、問題こういうところ一体どうなってるんだと、そういうのがあったらどうぞ行政なり経営なりにぶつけていっていただきたいと、まあ、本当に行政も経営もよく分かってない部分というのはあるんですね。で、まあ、豊洲新市場というのは少しでもこう使える市場に変えていかなきゃならないというのが私ふうに今思っているところです。そんなところでとりあえず私のお話は終わりということで、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。休憩挟まず行きますか。質問コーナーに行ってしまいましょうか。でも意外に喋ってたんで、1時間ぐらい経ちました。質問コーナーということで、